ていうことです。今日はちょっと、まあ結構ありがちなやつかもしれないんですけど、まあエスパーラフィンですね。を、まあベタに作ってみましたというところです。まあ今プラチナラングなんですけど、ちょっと BO3 で、今度なんか大会でも出てみようかなみたいな、スタンのアリーナの。まあ大会って言ってもそんなこう大規模なやつじゃないかもしれないですけど、ちょっとはい。で、まあまあ、それ用にちょっと組んでみましたって感じですね。最近なんか結構いろんな、ああいうの試せないかな、この試せないかなみたいな感じで、結構普段使わないようなカードを使ったデッキを中心に紹介してたんですけど、たまにはなんか大会でこう結構強かったやつベースのデッキもいいかなってところで作ってみました。まあラフィーン4枚で、まあまあジャーク3枚、かき消し3枚、否認1枚、負け犬3枚みたいな、まあまあこの辺本当よくある並びですよね。で2マナ1機で、まあ婚礼とまあラフィーン、まあ早めに出せればだいぶ強いっていう感じかなと思ってます。で、シオル2枚で、で、まあ、青さんがいると、これで、まあ、死んだら4マナ以下のパワーメントを、戦場に、合計4マナ以下か、選んで出すことできるんで、まあ、シェオルとか、ホーローとかも、ちゃんとケアできますよ、というところですね。で、サイドで、ちょっとローナの渦、2枚、呪文ツラー抜き1つ、まあ、メインにも1つ呪文ツラー抜き入ってるんですけど、で、脅迫3の冥府1、ホーローももう1枚入ってて、万が一アグロだった場合に備えて、ちょっと一時的封鎖3枚とかっていう、まあ、感じですね。はい。ちょっと BO3 自体結構久しぶりなんで、まあ、ちょっと慣れるまで、まあ、ちょっと結構下手くそな、まあ、もともと下手くそですけど、さらに下手くそな可能性があるんで、まあまあ、その辺、お含み置き、いただきつつ見ていただければなというふうに思っております。では対戦よろしくお願いします。よろしくお願いします。さすがにマリガン。ああ、ここですしね。まあ、ヒニか。よろしくお願いします。ですよねー。ですよねー。聞きしけ警戒。弾丸なのはいけえな。これは慎重に回してかんとですねー。まあいいでしょう。なるほど。なんか珍しいな、そいつ使うの。リアニ系ってことですね。要するに。
ちにしても唱えらんねえんだよな。どうする？追放、まあ魂転移とかあったらめんどくさいんだよな。まあいいわ。一応白土地出せるから、でも引き続きルーティングさせていいんか。でもどっちにしろまあマックス2枚、今ハンド1枚だから、そうね、島は残す、島ってサベータ浜は残す。おお、いるか。ドラゴンエンジン変身してきそうだしな。変身じゃない、合体。してるからな。こっからさらにルートにしない。ハンド良さそうね。大グロリックス。どうしよっか。こっち、まあいいか。七マナだよ。一応できるんか、X。でもハンドがないんか。とりあえず引かないと始まらない。
necessary. You can deal with my servant. I'm busy.殴れないんじゃないの。まあ誰にいちいち乗っけるかだね。飛行戦力なくなったら向こうもう終わりだからな。で、1,2,3,4 乗せれるからマックスで、相手のブロック要員がまあさすがにシェオル殴れねえか。でもまあ負け犬とラフィーンかなってなったらラフィーンに乗せるしかないか。Remember your training. よいしょ。うわ。映画上でも一応ありなんか。映画上構えとくか。多分次ソリンは出して、でファイレクシアコピーして殴ってくるって感じかな。で2点入って、だからちょっと回復させたくないんだよな。でも相手はもうルーティングできないからな。まあそうだよね。一回ぐらい少し見て。で、殴る。ミシュラいるからな向こう
なんか除去があんまり出てきてない。除去はあんま入ってないのかな。プラス1あるんだ。出していく。終わりか。ハンコンとかないもん。終わりか。Show them how we greet our enemies.ないよ。何もできない。この感じだったら、そうっすね。肉体ぐらいもいるから、どうしよっか。あと凶悪に積んどくか。否認はいらない気するな。呪文さえ抜きでいい気がする。ああ、レシピ入れて。チトー君も出るから、ちょうどいいのがねえな。ホールを入れとくか、もう一枚。二度首狙いがちょっと腐りそうだな。まあ一個は入れといていい。少ないなこれ。ホールかな。はい。これでいきます。なんか土地1さっきから多くない？土地1ってすげえ確率だから。何捨てよっか。黒2個があんまりないから。何しようかな。はい。凶悪とか。まあ、大体で結局っすよね。いい時期だったら除去る。手口です。いやじゃあ会計士よう入ってきてくれたな。どうする？税決2枚目か。さすがに引くしょ。
これは通すか。する。殴るんだ。やっといて。なるほどね。さすがにでもソリンやっときたいな。あるけどミシュラ入ってないとかあんのかな。絶対してきたらやべえね。どっちか絶対間違いなく潰さないといけない。だからまあミシュラ出してわざとドラゴンエンジン捨てて蘇生コストで唱えるみたいなっていうこともまあできるもんね。ってなった場合はちょっとデニックとか欲しいな。やっぱりおでにさんが欲しい。まあ出すよ、ね、それは出すよ。あきつくなった。これはどうかな。まずいこれ全体22修正だっけ。裏側絶対殴らない。除去来ないと大変まずうございます。かあそっち。一気にきつくなった。裏面見たいんだけど。選べるモード確かめちゃめちゃあったよね。あれさあ変身したまえ。ここで状況引けないのは弱いね、本当に。まずトークンどもが一掃され、まあそう思ったら殴ってもよかったのか。まあいいか。ペガスも出てきて、黒が。
飛躍トランブレルからそもそもブロックできない。終わったか。終わったね、これ。モード読みたいです。あ、マイナス11修正なのか。アーチファクトやプレーンゾーガの死破壊。あ、まだわかんないか。ん？本当に？はい。で、こうするしかない。叩くしかないので、さすがに。ああ、なんとか生き残った。ああ、でも、ギリギリだな、マジで。ラフィ。そういう感じ？言うてね。ああ除去欲しかったな。まあまあ、いきなり合体してくるということはもうないけど。なるほどね。でも怖いのはミシュラー、シェオル。かな。強っ。これはシェールド、あ、違う。これブロックしないとシェールで終わるわ。きついわ。ドローもできないかね。じわじわと殺されていく。じわじわとというか、これでギックス出して殴って終わりだな。ギックスのドラゴンエッジ。まあほぼ負けだけど、ドラゴンエンジンだったら負けてたね、すでに。なんか、あ、なんか来た。なんか来たけど、どうなんだこれは。なんか来たけど無理だって。ほんまないか。ああ、殴れないね、これ。
ギックスリアリンからのドラゴンエンジンでまた合体されちゃう。負けた、さすがに負けた。終わるか、長いし。3戦目。まあ先行だかんね。で、やっぱ除去は必要っていうのと、トンズラってあの合体した状態だ。ああ、ただローラの渦いいな。バウンスしてえな。バウンスが手っ取り早いような気がする。で、脅迫は実はいらなくて、邪悪はいる。呪文ツアーの方がもういいや。封鎖もいらない。さあ、こっから何抜く。こんで1個抜くか。いや、それはちょっとあまりにも多くてすぎる気がするな。霊気のぼやかしも抜くか、ベタに。うん、こんなもんでいいんじゃない。こいつでいこう。キープ。まあ基本的にはドラゴンエンジンと、ミシュラを押さえておけばそんなに怖くないはず。書き消しと除去の使いどころは全部、まあ、大体そこに集中投下して、まあって言っても税決ほっとくわけにもいかないんですけどね。まあまあその辺はやりながらいきますか。万人で中身見とくか。で、締結絶対入ってんのか。あ、おかしいぜ。見してもらおうか今。オリビアオリビアとか入れちゃってんじゃん。ファイリシアに行きたいぐらいかな。ワームにしといて、で、こっちはまあ最悪邪悪あるから除去れる。こっち来て欲しかったね。強すぎだろ、引き。腹がかしいな。それは助かる。ちょっと土地詰まってるよ。これオリビア今出したとしてもリアにするやついねえもん。オリビアはあなたの墓地だよね。うん、そうそう、大丈夫大丈夫。
いや、負け犬が切り崩しで避けられたのがまずきつい。はい、そういうことか。で、オリビアで攻撃しようじゃ出てくんだっけ、これ。だったら終わったんじゃない。まあ、グッドゲームでした。あ、まだ生きてんのか、一応。一緒だな、でも。負けちゃった。まあ、もうちょっと調整必要っすね。やっぱラクロス、オリビアとかって結構みんな入れてるもんなんですかね。わかんないですけど、でもファイレクシャの肉体ぐらいを攻撃状態でタップインするのはちょっとエグすぎないか。まあちょっと途切れたらフォローでね、これスッてできたかもしれないですけど、こっちかこっちか。あ、オリビアこういう状況だったらこいついなくなるのか、確か。はいはい。ちょっとまあね、土地、あと白マナ一つ。白マンじゃなくても土地1個伸びてくれてたらフォロー構えられたけど、まあなんか難しかったですね。はい。まあそんな感じで、まあちょっとね、まあ割となんか結構面白い系のデッキを組んでること多かったですけど、たまにはちょっと真面目っていうか、まあちょっと上を狙えるようなデッキをちょっと考えてみるのも面白いかなと思って今日やってみました。はい。またちょっと調整しつつ大会とかにも出れたらいいなと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。越えてゆけ。